安氏様に、訴えられるかもしれません。足立議員が、非常に高圧的なツイートをなさっていました。やだ怖い。やめてください。まあ一部デマもあるようなので、それに対して法的措置を検討するというのは当たり前のことです。足立議員のツイートから引用します。ご違反というのは、犯罪との見立て、それを拡散するアカウント、直ちに法的措置を取ります。法的措置を検討しますじゃなくて、法的措置を取りますって言っちゃってますね。私はこういう時は、検討しますと基本的には言うようにしています。あくまで検討しているだけで動くかどうか確定していない場合は、検討すると言っておいた方がいいのかなと。しかし足立議員は法的措置を取りますと堂々と宣言されました。そこに痺れる憧れる。どこに違法性犯罪性があるのか、悪乗りしている全ての発信者、YouTuber は、上記リンクを確認の上、名誉毀損等に当たるものを直ちに削除せよ。すいません、そんなつもりじゃなかったんです。すいません、許してください、なんでもしますから、YouTuber もしっかり含まれているので、これは私も対象となっている可能性もありますね。怖いです。裁判になるとお金減っちゃうし、お金減っちゃうし、お金減っちゃうし、私いじけちゃうし、大変なので本当勘弁してください。何でも言うこと聞きますから、引き続き、Twitter や YouTube での発信が、知人の名誉毀損等につながることのないよう、ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。問題ないということが、ご理解いただけたようでよかったです。なお兄が NPO 法人を立ち上げたのも、障害者自立支援法ができたのも私が議員になる遥か前です。風評被害とか威力業務妨害につながりかねないので、二度と同じようなことのないようよろしくお願いいたします。足立議員、自覚あるのかはわかりませんけど、ナチュラルに威圧的ですよね。それやめた方がいいかもしれません。たまにこういう人いますよね。自分中心で世界が回っていると思っているのでしょうか。威力業務妨害とかいう強い言葉まで出てきました。まあ確かに不正確な情報を断定口調で言ったりしたら、業務妨害になるかもしれないので気をつけた方がいいですね。安全重視でいきましょう。すでに取引先などとの関係で、風評被害が生じていると聞いています。威力業務妨害に当たるようなことのないよう、くれぐれもご注意ください。これマジ、影響が出るの早いっすね。ほとんどいないとは思いますが、デマを拡散している人は気をつけてくださいね。これワンチャン私も訴えられるかもしれませんね。訴えられるような内容はおそらくないはずですが、もし政治資金で訴えてこられたらどうしようかな。暇そらあかね様のツイートから引用します。足立議員の疑惑については、十分に探るべきネタだとは思いますが、大阪のジャーナリストとか有志市民がやってくださいね。僕東京都民なんで。このツイートに対してネット上では、次のような意見がありました。関西生息の証拠の怪物ことは赤嶺屋さん、暇そらあかねさんからのご依頼ですよ。日本維新の会所属大阪9区選出足立康氏衆議院議員と法廷オフ会を開催してくださいと依頼が来てますよ。チャンスですよ、チャンネル登録者数十万人も夢じゃないですよ。暇そらあかねさんネタで稼ぎに買いたてにを使う時ですよ。別に私への依頼とかではないでしょ。この方も分かってて大げさに言ってるんでしょうけど、しかしなんで法廷オフ開催することが前提なんですか。いい加減にしてください。私はそんなヤバいことは言ってませんよ。チャンネル登録者10万人ならば乗るしかないこのビッグウェーブに、というのはもろ陳情談ですが、ミノルは去年の暮れにこういう本を買っています。2冊で7000円くらいしました。高すぎー、ガチ切れ。ちょっとまだ序盤エアプで全部読めてないんですけど、これを読んでみて私にもできそうだったら、情報公開開示請求などをやるかもしれません。あくまでやるかもしれないというだけなので、他に有志がいればぜひそちらでも進めてください。私は情報公開なんてやったことないので、最後までご視聴ありがとうございました。